はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリです。さあ皆さん、デュエルスカップお疲れ様でございました。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか、デュエルスカップ中は。私はと言いますとですね、クソレッキー製造工場長としてクソレッキーでファーストステージ突破して、クソレッキーでセカンドステージを上り詰めるっていうね、まあ企画をやっていまして、裏で神のみデッキを使ってレベル15までで断念で、環境デッキを使って、デュエレストレベル20に上げまして、でデュエレスト、レベル、セカンドステージ、デュエレストカップのセカンドステージでは、手札誘発のみデッキを使って何ポイントまでいけるかという企画をやっていたんですが、見事デュエレストポイント0ポイントを達成しました。ありがとうございます。いやー素晴らしい、デュエレストポイント0ポイントをねまさか達成できるとは思いませんでした。ということで、そのデッキを今回は使って、ランクマのお友達に嫌がらせをしていきたいと思います。ちょっとね、はっきり言っていいですか、もう、手札誘発って最強じゃないですか。手札誘発最強だと思うんですよ。やっぱ、打たれたら強いじゃないですか。なので、手札誘発のみでデッキを作ったら最強だと思うんですよね。っていうのが、バージョン 1.0 だったんですよ。昔作った。あれはね、正直ね、弱かった。弱かったんだよ。うん。ぶっちゃけ。だから、ちょっと改良してきた。バージョン 2.0。まあ、DC カップを経て、強化された最強デッキと言っていいね。これに関しては。うん。まあ、勝率前の時はね、なんかね、本当に、まあ、1、2% とか、そういう、まあ、あって 5% とかだったんだけども、まあ、今回の、その手札誘発、まあ、デュベレスカップを経て、まあ、私がいろんな環境デッキと戦ってきて、ワンチャンある構築にしてきたのが今回のこの構築。うん、ちょっと魂打ったカードがいくつかあってね。まずはまあちょっと村雲オロチとポップイヤヒコと入れました。相手ターンにバロネス出せるようにね。はい。これまあ手札誘発で一番強いと思ってるからこれ入れて。ほんで今の環境トークンコレクター刺さるんですよ。勇者トークンとかオライオンのトークンとか、ラドのトークンとかめっちゃあるから、だからまあトークンコレクター完全に。この辺のカードで、まあ、相手の、まあ、展開を邪魔して、自分は2ビルとかでビートしていくっていう、まあ、そういうデッキにしてきた。うん。やっぱりね、諦めきれない俺は。手札誘発のみデッキ、これからも使い続けていこうと思う。ちょっとだけ勝率上がったから見てくれ。マジで。勝率ね、多分ね、5% ぐらいだったと思うんだけど、でもね、8% くらいまで上がった。うん。はい。ちなみに、デュエルストカップではね、10連敗とかしたんですよ、平気で。で、まあ、いろいろ試行錯誤して組み上がったデッキがこれなので、まあ、ちょっとね、デュエルスカップセカンドステージで調整してるの意味わかんねえかなと思うんだけども、まあ、一応出来上がったらデュエルスカップ終わってたので、まあ、ちょっと今回はランクマで、ランクマのお友達に、まあ、調整結果であるこのデッキを、まあ、ちょっと八つ当たり気味に、試していこうかなと思っております。まあ、理論上最強だから負けるわけないと思うけどね。うん、デュエル。スタンバイ。さあ本日も元気にクソレッキ回していきましょう。さあ相手はおっと勇者だ、いいだろう。勇者ギミックはいいでしょう。なかなか相手のデッキがない。ちなみにデュエルストカップでこのデッキを私は使ってね、なんとデュエルストポイント0ポイントを叩き出したね、最強デッキとなっております。これはシグレは別にどうでもいいか、シグレ出す必要ねえな、これあんまり関係ないな、これ、グリフォンライダー手札が出てきてもあんま関係ないから、これ、まあ、エンドなんです。これグリフォンライダー出てきて、シグレ打つ、シグレこれどっちにしてもだな、なんか使っても使わなくてもどっちでも一緒な気がするが、まあどっちにしてもグリフォンライダーは無効にされるからあんまり関係なくて、でここでシグレを使っておかないとグリフォンライダーで無効にされて忍びが取んないんで、シグレで一回ちょっとシグレ発射して、グリフォンライダーさんには効果をどっちにしても使ってもらうか無効になってもらって、2ビルトークンを出すのが勝ち筋です。今現状私の思い描いている。ちなみにこのカード、このカードというかこのデッキ、デュエレストカップでひたすら使っていたんですが、マジで勝てるような環境ではなかった。ちょっとランクはだったらワンチャンあると思ってる、言うて。なんかね、負けすぎて、あと効果使うもんね、オッケー。負けすぎて頭おかしかったんだよね俺、本当に。みんなやっぱりデュエルスカップのね、セカンドステージに進出してるレベルだから、みんな遊戯王うめえよよ。なんかこんなにクソみたいなデッキでね、勝てるほど甘くなかったね。ランクマ程度のねお友達であれば多分勝てるんじゃねえかなと思ってるんだけども、
ちなみにマジで勝率もらずに 2% とかあった多分。天皇勇者ですか？これなんかあれじゃね？なんか今回のデュエスカップでめっちゃ活躍したっていう噂のデッキじゃん。ちょ、わかんねえけどさ、これ俺回し方、これなんか裏投げた方がいい。ガチでわかんねえから投げとくか。ちょっとわかんねえわ相手のデッキ。はい、誰か電脳勇者の解説動画を、出してください。私このデッキ回したことないのでわかりません。テキスト読んでもわかんねえのが遊戯王じゃん。だからさ、自分がさ回したことあるデッキじゃないとわかんないんだよね相手の。だからこそいっぱいいろんなデッキを回そうとしてるんですけども、私まあ環境、非環境、こだわらずにね、いろんなデッキを回すことは大事だと思ってて、いろんなデッキを回してるんですが、おやったやったけど、いや止まったけど俺も動けないよこれ。これ俺も動けない。ちなみにチナニビル作戦失敗した。お前俺の手札見てないか。ニビル出してくれよ。俺の勝ち筋はニビル出してニビルでぶん殴っていくニビルビートってやつなんだよ。もうほぼグリフォンライダーすびてる。グリフォンライダー飛んできた。まずいことが起きていく。でもこれグリフォンライダーの効果使ってくれたら、ウサギ、ここでウサギ意味わかんねえか。どっちにしてもだな。グリフォンライダーに当てたいですよね。ウサギちゃんは一応効果発動したら相手のカードをぶっ壊せるんで、グリフォンライダーで無効にしてきたその効果に発動に支援すれば一応ウサギでぶっ壊せるから、まあもう二度と出てこないっていう話はありますからね。まあでこれでアラメシアの儀を墓地から回収していくのはいい。でバトルフェーズ入る。ちょ、ニビル出させてよ。ちょ、ニビル出させてよ。ちょっともう無理だよそれ。そのね、勇者グリフォン B とかめちゃくちゃきついのこのデッキ。一番きついと言っても過言ではないね。ああでも言うて村雲来たか。村雲来たのでかいよ。村雲が来たのでかい。一旦ちょっとこれ一回さ発動してさ、これ多分無効にしてくんじゃね相手でしたら、ウサギで爆破しようで多分ここ、いや俺の予想ではここグリフォンライダー打つやつは、やつはグリフォンライダー打つ、絶対に打つよな。村雲やぞ。あったよな。村雲で打つでグリフォンライダー打つで、ここでウサギぶち込む。はい、でこれでグリフォンライダー破壊する。で村雲は無効になっても別にいいので、大してね困んないんですよこれ。大して困らないから、これどっちにしても出る。はい、戻らないから出る。最強すぎる。でこれで一応450ポイントのダメージを与えて、で戦闘では破壊されないからこいつは、まあ一応これでバウンスされても別に大丈夫。村雲はねフリーチェーンでね8万とかすると出てこれるんでね。まあ、あとはこれで、ニビルに頑張ってもらいましょう。ちなみに、村雲を、ニビルでリリースしても、村雲はどうせ帰ってこれるから強いっていうね。で、村雲は、ニビルトークンをしょれるんですよ。エクストラデッキを除外すれば。強いでしょう。強いのか。おっと、わけわかんねえムーブしてきた。さあ、電脳界を並べてくるパターンだな、これは。さあ、わかんねえぞ。さあ、どうなるんだ、こりゃ。ちなみに低ランク帯はあんまり電脳勇者いなかったんで、なんか割となんかエルドリッチとかとはよく当たりましたね。エルドリッチとか、あとまあ勇者グッドスタッフみたいなデッキ、ハリアラドンみたいな、天勇者ローズとか、あの辺は結構いましたね。はい、まあ上の方は知りません。ウェルスカップ行ってないんで、上の方なんでかっていうと、低大ヤスのみデッキを使ってなんと最終着地デルスポイント0ポイントで終わってるんで僕は。あ、ちなみに一応攻撃反応カードゴリ押しデッキもちょっと使ってみたんですよ、セカンドステージで。マジでほんとね、目も当てらんないぐらいボッコボコにされまして、なんと勝率 0% 叩き出しました。なんか10戦くらいやって全部負けるっていうね。あのね、甘くないね、デュエルスカップは。ほんとに甘くない。俺みたいなカスデッキ実況者ではね、勝てねえわ。マジで全員強すぎ、ワロタ。で、わかんねえ。ロイヤルかっこいい。ロイヤルかっこきた。わかんねえ、ジュジュ。なんか、ポニーテールとジュジュみたいなことですか。さあ、すっげえだないこと言っている間に、なんかよくわからない効果発動されて、トラップカードを墓地に送って、なんか出てきた、なんかよくわかんないの出てきた、これでランクロックとかすんのかな。なんかあれだよね、電脳界って、VFD が出てきて、VFD でなんか相手のか、そのデッキを制圧してくるみたいな感じのデッキですよね。まあ、VFD が出てきてしまうとなかなかに厳しいが、なんかよくわかんないモンスター特殊化された。あ、あやめ出せんのこれ。あやめ出せるんだこれ。あやめ出せるの出したかよこれ。エクストラデッキができたモンスター破壊できるのさすがに強いでしょこれ。いけあやめちゃん、今だ
なんか効果無効のモンスターが出てきた。雪あやめちゃん、2ミリも投げれる、よし。ゆっけー、トイ、うわー、オッケー。エクストラからモンスターを出した瞬間に爆破するぜ。あやめちゃんは、相手が手札からモンスターを、特殊召喚してくると、自分も手札からモンスターを特殊ができる。そして、デッキから、モンスターを出すと、カードを2枚ドローできる。そして、エクストラデッキから相手モンスターを特殊召喚すると、エクストラデッキから出てきたモンスターを破壊できるという効果を持っている。つまり、このモンスターは最強の手札誘発といったところ、手札が出てくるんで、手札誘発。さあ、どうする？何？ドラコバックと、何？重心と、まずバロネスか。あ、違う。ショーウェイ。これ、バロネスじゃなくてよかったな。バロネス割ときつかったぞ。普通に。まあでも言うて、アヤメント効果発動って言って、バロネスで無効って言われるから、どうせ。そしたら2ビルって言えばいいけどね。まあでも、ショーエイは別に、正直どうでもよくて、これ破壊耐性あるんで、ショーエイ君を破壊することは無理なので。ショーエイって守るのショーエイだけなんです。ショーエイ守れるのがショーエイだけだから、まあ一応これで、急シンクロとか、でも墓地障害がめんどくさいか。一番。あ、でも2ビルだからいけるか。いや多分ね、もういつでも2ビル出せるんで、なんかやばくなったら2ビル出せばいいかな。はい。で、これはあ、シェンシェンですね。了解です。でシェンシェンは、フィールドから墓地に送られるカードは除外されると。さすがにシェンシェンは破壊した方がいいですね。これ破壊耐性とかないですね。まあ、ここでシェンシェンを破壊しておいて、はい。で、あやめの双剣士の効果を打つと、エクストラデッキから相手がモンスターを特殊した場合、そのモンスターを破壊する。くらえ、あやめビーム、うわー、ブーン、よし。オッケー、さあ頑張ってるぞ、頑張ってるぞ俺し。さあこれでなんとかしてレベル8が2体並ばないかなっていう。アラメシアの木来ちゃった、アラメシアの木来た。アラメシアの木もそうでもねえか、言うて1500、2000のポイントのモンスター出てきてしまう。これはまあまだ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 早い、まだ早い、まだ焦るな、まだ焦る時間じゃねえ、焦るな、まだ焦る時間じゃない。スラムダンクの鮮度は言っていた、落ち着け、まだ焦る時間じゃない割とちなみに心では焦ってます。さあ水使いを墓地に送っていく。で、あ、やばい、水使いの効果発動で勝栄か、なるほどな。ここはもう撃つしかないか。じゃあ除外されるぐらいだったら村雲は絶対に守る、村雲は絶対に俺が守る。うお、いけ、激生命体2ミル効果発動、どれ取ってくる、よし行け、アルマゲドン、うわー、一石爆弾、よし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 、まだわからない、まだわからない、ただでけえぞ、あの遠くの打点は。うわ、でけえ、9950はでけえ、うわ、熱いことが来た。アルメシアのギアを解消していく。ただアルメシアのギアもう発動している、あれ発動してるっけ、まだ発動してないっけ、まあ、発動してても、でもアルメシアのギアしか出されないから大丈夫か。タイム2ビルトークン、ガマラ2ビルトークン、耐えろ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 、村雲はまだやるぞ。なんだこれは、わからない、よくわからないカードの効果を発動させた、わからない。シェンウは墓地のカードを除外してモンスター1体特殊召喚できる、なるほど、効果無効、それも手札を1枚選んで墓地を、なるほど、効果無効にして、これまたあやめ出せんじゃね、これ、これ次のターン、これあやめ出せるのでは。じゃあさあシェンウの効果、はい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 、シェンが出てくるとまあいいでしょう、シェンが出てくるのはどうでもいいでしょう、よかったですね。なんかショウエイ君とかが出てこなくて、ショウエイ君出てくると結構めんどくさいですからね。でカード1枚墓地送ると、で送られたのは拮抗勝負、なるほど、危ねえカード入ってんな、おい、拮抗勝負危ねえな、おい、オッケーエンド、了解。でここで飛行者村雲の落ちをの効果を発動、飛行者村雲の落ちによって自身を特殊召喚していく、よし、いいぞ、いける、いけるぞ、よし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 、ドロー、無限包容きた、オッケー。でレベル8みたいに並べられるから、ですね、ここはですね、まず一旦あやめは出しに行った方がいいですね。いや、その前にこれあれだろ、村雲のオロチの効果発動して一回トークンしろ、トークンはガチでやべえからトークンはしろ、トークンの打点が高すぎて抜けねえでかすぎるトークンが、うわー、くたばれこの9950トークンで強すぎる、9950は突破できねえこのデッキでは。さあどうする、やったー
よっしゃ、よっしゃしゃ、これはでかい、この一勝はでかいぞ。あー、なるほど、レベル8引きたかったな。マジでこれ勇者天下してくんねえかな。文房具003、 OK。 トークンコレクター、これ刺さるんじゃないのこれ。さすがにトークンコレクターガン刺さりしそうな気がするけどな、これ。まあそれはそこはまだいいか。まあとりあえずハリファイバーとか別にいいよ。ハリファイバーとかは別に、なんかラドンまで行けばいいから、ラドンまで行かせて、でハリファイバーの方が無効にしてもあんまり関係ないか、これ。ちょ、一回これであれか。いやー、これまだ早い気がするな。なんかトークンコレクターあるから、トークンコレクター使いたくね。しかもむずいねこれ。まあ一応墓が1枚くらいはある前提で動いております。ハリファイバー OK。でハリファイバーリンク召喚成功時効果発動するの効果で、ここでウサギ打って、で、まあ、ここでちょっと様子見ようか。だから、ね、墓のね、今のね環境ね、1枚か2枚ぐらいはね握ってるんですよね、大体。あ、まあまあ、まあまあまあそうでしょ、ほらね、握ってるんですよ。ウサギ入ってる、これ。ウサギ入ってるのか、本当に。ウサギ入ってんだろうな、お前。ウサギ入ってない、来い。ウサギ入ってなかった、あのパターン。これさ、なんか対戦中にさ、自分のデッキの中見れないからさ、抹殺がさ、打ちづらいみたいなのない？さあ、抹殺されて、ウサギ入ってるな。入ってるー。入ってるー。オッケー。で、ハリファイバー効果でジェットシンクロンが飛んでくりますよと。で、ここで、ここで、いや、じゃあ、いや、トークンコレクターあるんでしょ。トークンコレクターあるんでしょ。いや、これ、アナコンダデスペニをケアするべきだから、アナコンダデスペニと、ラドンを。つまり、ラドンを出させて、で、ラドンで、トークン出してきたトークンコレクター、で、ジェットシンクを苦しばけで出してきた、ラ、冬桜か。のパターンだな。これはね、これでもいい。大丈夫、出させよう。出させて、出させて、いやもうさすがにもう摩擦破壊ないでしょ。で、こうでするでしょ。で、史上最強カードぶん投げていくぞ。OK! OK! OK! ここだー、いけー、東京コネクター。頼むよ、通れよ、通れよ、さすがに。 OK! 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 OK!ほんで、これで、わーってやって、トークン全部破壊して、オッケー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 。ほんで、ここで、フュージョンデスティニーの、スルキをケアして、冬桜ぶん投げて、いけばいいか。いいんだよな。ここで冬桜ぶん投げて、あ、早かったか。フュージョンデスティニーケアでよかったな。フュージョンデスティニーチェーンでよかった。ちょ、もういいや。あららら、オッケー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 。これでフュージョンデスティニーからの、デスフェニーは一応でも出せない。もうフュージョンデスティニーにチェーンでよかったですね、冬桜は。まあいいや。いや、言うても出せないでしょ、モンスター。これでもうリンク召喚はできない。いや、文房具001とあれですよ、ブラックガーデン、めんどくさ。ブラックガーデンバリめんどいな。ブラックガーデン、あやめきた。ブラックガーデンバリめんどいが、バリメンドイが、これどうしよう。これシンクロしてさ、これラドン戻した方がいいかな。いや、これラドン戻し結構あると思うんだよね、これ。ラドンの2100辛くね、ビートされたら、もし仮に。いや、これシグレツからもったいない気するけど、行くしかないな。これちょっとね、これ多分ね、これね、これほっといたらマジでやばいから。ちなみにトークは出ません、あのトークコレクターいるんで。ほんで、シンクロ召喚して、しょうがねえよな、これ。いや、ハリファイバー出したところで何も起きないから、これは月下流で、ラドンをバウンスして、で、月下流で頑張れ、こっちは。で、相手特殊化したモンスター、レベル5以上であれば、月下流でバウンスできるんで、で、こうする。で、これは、攻撃力が半減になっちゃうから、守備でいいでしょ。で、月下流効果、発動チェーン1。で、ラドンも戻しますよ。で、相手がガーデンローズメイデンのトークン出してきたらトークンコレクターだな。OK、うまいな。これは完璧だな。これは完璧な気がするぞ。で、
ローズトークン出して、ローズ月下流からのトークンコレクター、オッケ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 ー、頑張れ、トークンコレクター、スリーブもトークンコレクターにしてやる、こんなこともあろうかと、トークンコレクターが最強、うわバゴーン、オッケー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 。いやこれで、いやでもレベル9入れとくべきだったな俺な。ボップイヤー飛行隊とレベル7ってシンクロあんのか。いやでもそんな枠はない、エクストラデッキにそんな枠はない。月下流は置いといた方が強い、絶対にボップイヤーでシンクロとかする必要はない。で文房具3と1、いやでもこれハリーファイバーもういない。でラドンは出せない。まあジェット効果使ってラドンみたいなことはできるのかな。でもラドン出てきても、あでもラドン出てくると めんどくさいかな。みたいで、アーデックか、なるほど。アーデックからの、ローズトークンは出ない。アーデックはめんどくさいな。アーデックはでも一応あれか、月下流ブラックローズの戦略立ててこれやるか。なんだこのゴミデュエル。なんだこのゴミデュエル。無限法要きた。じゃあこれ、アーデック、月下流で殴って、あとビートすればいいんじゃね。来たか、これが伝説の月下流ビート、これが伝説に伝わりし最強戦法、月下流ビート。なんだこのクソ、なんだこのクソコンボ。イン2入って、ほんでいやこれはハリファイバーとかする必要もないから普通にエンドでいいな。無限抱擁セットエンドだな、真ん中セットだなこれ。一応あの癖カードをケアしていこう。まあ多分どうせどうでもいいカードだけどな、多分あれ。いやーこれトークンコレクト沿ってるから、これ使いてえ動画で頼む、勝たせてくれ。もうサレンダーしろ、サレンダーしろ。月下リビートが始まるぞ、伝説のサレンダーしろ頼む、マジで。あんまねえんだよなこのね、さあのね、相手、あ一滴、なるほど。あんまないんですよね、その刺さってるシーン、このなんか手応えやつめっちゃ刺さったーで勝てるシーンあんまないから。こんだけ刺さってる試合は使いてえ、さすがに動画で頼む。いやでもジェットシンクロ1枚から何でもいけないんだよこれ。もうハリーファイバーどっか行ってるし、ジェットロンどうでもよくて、ジェットロン行ったらだと、あリンクリボーか、あそんな入ってんだ。リンクリボー別にでも大丈夫じゃね。リンクリボーなんて300打点しかねえから、なんかこっちモンスター殴ってら勝てんだろこれ。いける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 。あエフェクトベイラー来た、なるほど。8シンクロも入ってねえしな、5シンクロも入ってねえ、あんまり意味がねえ。いや何もできねえ、ハリファイバー出しても何もできねえ。何このマジの月下リビートじゃんこれ。真面目に月下リビートしてんの笑う。うわーって打点がゼロになっていく、いいだろう。攻撃は続けない、これでメイン2入るぜ。これで俺はターンを終了していくぜ。いやでも言うてさ、この盤面さ、なんか効果向こう2回あるからなんかなんとかある気がするんだよね。打点が、あ戻った、打点が、あやった、リックリボーのおかげだ、やった、元に戻ったぞ打点が、来た2400の月下流は強い、来たこれ月下流最強だ。バロネス出せんのか一応。いやでもそれバロネスだって出してる暇ない。こんな、これはもうこれでいい。もうこの2400ビートで勝てる。多分。いける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 。いやなんかね、下手にね、なんか動かずにね、これ一生この2400でビートしても勝てんだよ、多分これ。で、最悪なんか動こうとしてきたら、無限抱擁とエフェクトベイラーとウララで無効にして、相手の動きを。ほんで、月下流でなんかレベル5以上のモンスターバウンスして、行けば勝てる、絶対にこれは。これはもらった、完全に。よし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 。いけるぞ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 。いけるぞ、奇跡の勝利ある、諦めるな。さあ相手どうする、よし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 、あと5600、いや5600か、なるほど。あ村雲来た、でかすぎる、村雲はでかすぎるぞ。これは村雲アタッカーとして運用していいな。ではこれ村雲とポップや飛行隊であのバロネスも できますねこれね。これは非常に強いぞ。さあ2400ビート入る。でブラックガーデンの一応効果は発動するがトークンが生まれたため村雲のオロチは普通にアタッカーとして運用ができる。で8枚のカードを除外して村雲のオロチを特殊召喚、なにー
うららーはっ。さあガンマ出てこれねえ。なーにーなーにー。やべえ、大空中戦が繰り広げられてるわ大空中戦が繰り広げてる。抹殺の指名者でうららを無効にして、でうららが無効になった結果ガンマが通って村雲を破壊されてしまう。まあでもいいだろう、村雲は別に次のターンも出せる。オッケー、いいだろう。まあしょうがねえ。まあ、ただ相手のは壁が生成できたが、あーそっか、これ強制なんだ。なるほど、強制なのか。まあじゃあサイフレームドライバー戻すしかないか。いやこれ戻したくなかったな。サイフレームドライバーガンマ2枚目とか握ってたらもう一回出せますもんね、これドライバー。いやーこれ戻したくなかったら強制効果がしかないこれね。いや無限紅葉打っても意味ないしな。でこれはぶん殴ってもあんまり意味がない、どっちにしても除外されるから、これは、そのまんまエンドしてそのままエンドして相手のターンを待つしかねえ。オッケーでエンドしていく。でドライバー相手手札一番ドライバーな。さあ本当に月下リピートで勝つぞ。言うてね、相手も苦し紛れの我慢だと思うんで多分。さあネメジスコリド、何やばい、デスフェニを出そうとしてきてるデスフェニを出そうとしてきてやがる。まあでも大丈夫だ、アナコンダが飛んできたところで無限紅葉があるし、エフェクトベーラーもある。大丈夫だ、任せろ。オッケー、ブラックアーテの効果遅延は別にしない。そしてもし超雷竜が出てきてもバンクすることができる。いけるぞ、月下竜が強い、月下竜が最強かもしれない。さあ来い、かかって来い。何？超雷竜いいだろ、帰れ。月下竜ブラックローズの効果発動、帰れ。おらいけるぞ、なんもない遅延が来た、よしいける、ブラックも蘇生して殴ったら勝てる。マジダメんな、トークンコレクター張り切りすぎ張り切りすぎ、トークンコレクター君張り切りすぎだよ。2枚も入れないんだよ、はあ、2枚も来てる、やべえわこいつ。まあでも一応ハリラドンであることに願う、アイテムデッキかな。ハリラドン展開があまりにも多いため、あちらにハリラドンはね今回の改定でもなんか規制されませんでしたからね。アマの岩戸、まずい、あ戻れ、手札に戻る効果。あー終わったかもしれねえ終わったかもしれねえ。天の岩戸はフィールド上に表側表示で存在する限りスピリットモンスター以外の効果を発動することができない。まずいぞ、非常にまずい、ガチでやべえこと起きてる。ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ。いやでもこれトークンコレクター守備2000実は強いんじゃね。相手のさなんかモンスター突破できないでさよこれ、岩戸だけだとさなんか結構さ岩戸ビートってさあれじゃん、あのトークンコレクターの守備2000実は抜けられてない。実はこれさ意外と合金、はい、でもこれなんだろう、なんかあれかな、あのなんか大座とか入ってるパターンかなこれ。いやーこれやばいな、これ普通に聖杯って普通に使っても強いじゃない。あでも岩戸は大丈夫、岩戸は大丈夫。あでやたの鏡もいい、まあ、これ戻んなくなるカードですね。まあこれ戻んなくなるカード別にいい、大丈夫、まだ耐えてる。バトルオッケー、いいだろう。でバカめ、トークンコレクターの守備は2000だぜ、1900立てて超えられない。何あいやでも言うて聖杯は一旦のターンの終了時までだけだ、まだ俺にはトークンコレクターが一体残っている。ちょっと起きせないでくれ、捨てないでくれ。一癖かー、いやでも右手まだ打点は下がる、いける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 、まだわかんない、まだわからん、まだわからん。で増殖してきた、うん、打てない。トークンコレクターをセット、さあ膠着状態にして、これあれだな、どうしたらいいんだ、何をしたら勝てる。アドバンス召喚とかできるんだな、だからトークンコレクターで耐えて、
なんかでかいのいたっけ。2体モンスター並べばワンチャンだよな。いや誘発娘趣味1800円ちょっといってえな。シンクロ召喚すればいいのか。これで耐えて。わかったぞ。あーやめろー。うえーやめてくれ。うわードーキンコネクター、最高の希望か。俺の最高の希望か。俺は絶対にお前の攻撃では死な。俺は俺の攻撃で死んでいく。このクソモンスターデッキマジでちょっと強そうだな。ワンチャン作るか俺。